紅林麻男は、日本の警察官。静岡県警察部から、国家地方警察静岡県本部を経て、静岡県警察に所属した。最終階級は警部。担当した事件において、数多くの冤罪被害者を生み出した。現在の静岡県藤枝市出身。国家地方警察静岡県本部刑事課員として1941年8月から、翌1942年8月にかけて起きた浜松連続殺人事件などの数々の事件を解決した名刑事であると言われ、数多くの表彰を受けた。その一方で自身が担当した、幸浦事件、二俣事件、小島事件、島田事件の各事件で無実の者から拷問で自白を引き出し、証拠を捏造して数々の冤罪を作った。あらゆる手段を用いて被疑者を拷問し、自白を強要させるなどした紅林を拷問王と称す人物もいる。紅林は様々な拷問の手法を考案したが、実行には直接関与せず、部下に指示を出していた。また、二俣事件における山崎平八の書籍においては、真犯人と思われる人物からの収賄の疑惑も暴露されている。上記4事件のうち、島田事件を除く3事件が1審、2審の有罪判決の後に無罪となり、島田事件も最高裁での死刑判決確定後の再審で無罪が確定した。幸浦事件、二俣事件の有罪判決破棄差し戻しの時点で、御殿場警察署次席警部の地位にあった紅林は、非難を浴びた静岡県警上層部によって、吉原警察署駅前派出所へ左遷された。しかも、交通巡視員待遇という実質的な2階級、公認だった。紅林は、世間や警察内部から非難され、精神的に疲弊しきっていたが、1963年7月に、幸浦事件の被告人に対する無罪判決が確定したことにより、気力が尽きて警察を引退。同年9月に脳出血により急死した。前述の通り、紅林は拷問による尋問、自白の強要、自己の先入観に合致させた供述調書の捏造のような捜査方法の常習者だった。また、アリバイが出てきそうになった場合は、犯行現場の止まった時計の針を動かしたトリックを自白させ、被疑者が推理マニアであることや、被疑者の周辺で時計の針を動かすトリックがある探偵映画が上映されていることなどの傍証を積み重ねる手法でアリバイを否定しようとした。これらについて、二俣事件の裁判では、同僚の捜査員である山崎兵八が、県警の組織自体が拷問による自白強要を容認。または放置する傾向があったと証言。県警当局は山崎を偽証罪で逮捕として不起訴処分した上懲戒免職処分にした。また、幸浦事件では自分たちが先に被害者の遺体が埋められている場所を探知しておきながら、被疑者に自白させた後に発見したようにして、秘密の暴露を偽装した疑惑があるほか、主犯とされた男性は、拷問によるためか持病の悪化によりわずか34歳で上告中に死亡した。紅林の捜査法に見られるような強制、拷問、または脅迫によるなど任意性に疑いのある供述調書は刑事訴訟法第322条第1項及び第319条第1項により証拠とすることができない。小島事件では実際に紅林の捜査法に最高裁の判断が下された。この最高裁判決では、被告人が取り調べ中に留置場に戻ってくるたびに赤チンを塗るなど治療を受けていたという証言などを認定し被告人が主張する程度の過酷な拷問があったかについて疑義を呈しつつも、紅林主導の下で作成された供述調書の任意性を否定し被告人に有罪を言い渡した。原判決を破棄差し戻しとした。ありがとうございます。